最近ジャズには興味あるんだけど、どの辺から聞いたらいいのかわからないっていう質問をよく受けるんですよ。まずはジャズの良さに触れていただきたいということで、今日は3枚おすすめのレコードを用意してあります。まあ CD でも構いません。おすすめしたいアルバムはたくさんあるんですけども、ビル・エヴァンスだとか、まず1枚目はオスカー・ピーターソントリオ、これですね。プリーズリクエスト、1964年バーブ録音です。ピアノオスカー・ピーターソン、ベースエド・シグペン、ドラムスレイ・ブラウンのトリオ作品になります。で、内容がいいんですよね。コルコバードやイパネマの娘、酒とバラの日々、まあ、そういったスタンダードな曲やボサノバのこう美しいメロディーの楽曲が多いのが親しみやすいと思います。あとこう録音もいいんですよね。最優秀録音賞もなんか雑誌の賞を受けたんですよね。まあ音もいいと、内容も演奏も素晴らしいということで、これ非常におすすめです。で、2枚目なんですが、これですね、ハンプトンホーズトリオ、ザ・トリオボリューム1、ピアノがハンプトン・ホーズ、ベースがレッド・ミッチェル、ドラムスチャック・トンプソン。1955年コンテンポラリーというレーベルに録音されています。ウエスト・コースト・ジャズですね。で、このまた内容が素晴らしい、素晴らしいんですよね。美しい曲がたくさん入ってます。中でもSo in Love っていう曲が大好きで、その曲が聴きたくてこのレコード買ったようなもんです。1枚目、まあ、このレコード買ったんですけども、なぜかその曲に歪みが入っていて、もう一回買い直しました。それぐらい好きです。無人島に持っていきたい1枚ですね。最後になります、3枚目、アーマッド・ジャマル・トリオ、アット・ザ・パーシング、バット・ノット・フォー・ミー。1958年、アーゴっていうレーベルからリリースされています。このアルバムは、シカゴにあるパーシングっていうラウンジのライブ音源、ライブ収録なんですけども、非常にこう会場の雰囲気にもこう伝わってくる感じで、いいアルバムだと思います。アーマッド・ジャマルはマイルス・デイビスにも影響を与えたことで有名ですが、ヒップホップのナズやコモンのサンプリングネタで The Awakening っていうアルバムも有名ですよね。で、この中に収録されている No Greater Love っていう曲があるんですけども、5曲目ですね。これこの曲が非常に美しくて何回も聴いてます。まあ、先ほど言いましたようにライブの雰囲気もこう味わいつつ、当時こんな感じの雰囲気だったんだっていうのがこう伝わるようなアルバムの内容になってますので、楽しめると思います。この3枚のアルバムが、まあ、ピアノトリオなんですけども、何から聴いたらいいのかわからないっていう方に対してはおすすめできるアルバムだなと思います。まあ本当内容がいいんですよ。美しくで、ちょっとこう洒落てて非常にいいアルバムだと思います。やはり最初に言いましたが、まずはジャズの良さに触れていただきたい、本当心から楽しんでいただければいいなと思っておすすめします。またよろしくお願いします。